はい、皆さんこんにちは。かけごとでございます。ということで、本日の食材がこちら。牡蠣、伊勢海老、イカ、毛ガニ、あとボンカレー。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。伊勢海老、毛ガニ、イカ、牡蠣。っていうことでね、以前セカンドチャンネルで究極のボンカレーを作るっていう企画をやったんですけども、それがね、結構反響がありまして、まあ今日はね、メインチャンネルの方で、この同じボンカレーを使って、究極のシーフードカレーを作っていきたいなと思います。ではまず、魚介をね、全部さばいていきます。はい、ではまず伊勢海老さばいていきます。頭と尻尾のこの隙間ですね。ここに包丁を入れます。両サイドね、しっかり入れたら、そしたら裏側こっちも入れます。そしてひねるとこういう風に取れますんでね。で、頭を半分に割ります。よし、 OK。 そうしたら味噌だけね、別で取り分けておきましょう。結構入ってますんでね。はい、これが味噌ですね。ウニみたいだね。で、この頭も後で使います。はい、そうしましたら身を剥いていきます。で、この両サイドに切れ込みを入れて、内側の殻を剥いでいきます。そしたら指をね、この隙間に入れて身を剥がしていきます。はい、こういう感じ。そしたらこれをぶつ切りにしていきます。うめえ。もう今日撮影いいや。はい、次に牡蠣剥いていきまーす。こう見たときに、こっち側がぷっくりしてますよね。で、ぷっくりしてる方を下側にします。で、下側にしたときに、この牡蠣のちょうど真ん中、ここのちょっと右、ここら辺に貝柱があるんで、ここら辺にナイフを入れていきます。いきますよ。いい身してますね。そしたら下側の貝柱もこういう風に剥いで、はい、こういう感じ。そしたらザルに移します。そしたら片栗粉をまぶして牡蠣についてる汚れを落としていきます。洗い流していく。はい、次にこの小イカ、まあ、ヒイカと呼ばれますね、こっちでは。これの仕込みをしていきたいと思います。で、まあ、このままね、焼いて食べる方もいるんですけども、ごく稀に中に砂が入ってる個体がいますんで、丁寧な仕事は、まずこういう風に壺抜きします。そしたら、この中に船、骨ですね、が入ってますんで、これを取ります。そしたら、この中にまだ綿が入ってますんで、こうやって包丁の裏側でしごくと、こういう風に取れますんでね。まあ、これは卵でしたね。まあ、ゲソもこういう風に目玉のところで切って、こういう感じですね。で、小イカにはね、こうやってちっちゃいヒトデとか、こういう枯葉とかね、木片が入ってる場合が多いので、調理の時にしっかり見たりだとか、まあ、洗って調理するとかしてくださいね。はい、ではイカの仕込みが終わりました。そしたらこれも軽く洗っていきます。はい、では最後ですね、毛ガニをさばいていきます。これはトッピング用ですね。最後にできたカレーの上に乗せていきます。用意するものはハサミと包丁。まずはカニを裏側にして、この三角のふんどしって言いますね、ここを外します。で、外したところに手を突っ込んで甲羅を剥がします。味噌がぎっしりだね。で、味噌は別の皿に取っときましょう。そしたら足を全部取っていきます。
はい、でこのように足が取れました。そしたら胴の身ですね、これをここから包丁で真っ二つにしていきます。これほんと気をつけてくださいね。できればね、薄刃でやった方がやりやすいですね。そしたらこれをほじくっていきます。手間がかかる。はい、こんな感じ。そしたら次は足ですね、こんもりしてる方、こっち側にこういう風にハサミで切れ込みを入れます。こういう感じね。そしたらここからこういう風に剥けますんでね、手で簡単に。あとは食べるだけ。はい、でこれで毛ガニがさばけました。この甲羅の中に1匹分の毛ガニがね入ってます。で味噌ですね。はい、そしたら次にリンゴと玉ねぎをすりおろしてチャツネを作っていきたいと思います。リンゴめっちゃいいリンゴじゃん。はい、そしたらこれを加熱していきます。じっくりじっくりかき混ぜて水分を飛ばしていきます。はい、できました。そしたらブラウンマッシュルームを切っていきます。フライパンにバター、はい、そこにマッシュルーム加えていきます。ブラックペッパー、イカ、あーやった、牡蠣、伊勢海老の頭、伊勢海老、もったいない、本当は白ワイン入れたいな。ちょっと白ワインがないんで水で伸ばします。いい匂い。そしたらそこに先ほどのチャツネを入れていきます。伊勢海老の味噌も入れていきます。で毛ガニの味噌も入れていきます。はい、そしたらここにボンカレーを入れていきます。ガラムマサラ加えていきます。はい、そしたら水加えていきます。じっくり、まあ、30分ぐらいに弱火でコトコトと煮込んでいきます。はい、それではこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。うまそうすぎる。これボンカレーなんだよ。じゃあね、お、じゃあこれ牡蠣かな。じゃあ牡蠣と一緒にまず食べてみますね。いただきます。うますぎる。やっぱクラムチャウダーの時もそうだけど、牡蠣の旨味は本当に強い。では次は毛ガニとイカ、ここら辺いただきたいと思います。いただきます。うわ、毛ガニがうまい。最初もったいないと思ったけど、全然そんなことない。毛ガニの味も負けてないね。では次はこちらの伊勢海老いただきます。よいしょ。で伊勢海老の甘みもちゃんと残ってる。これは美味しいわ。でやっぱあのチャツネとかカニ味噌とか伊勢海老の味噌がたっぷり入ってるから、ボンカレーも美味しいけど、もうボンカレーとは思えないぐらいのコクがある。はい、ということで今日はこちらのシーフードカレーときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギーのやつ。はい、7対3ですね。いただきます。ついに俺この金箔を乗せるっていう技を覚えたからね。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はね、究極のシーフードカレー作ってみましたけども、予想通りだね。美味しい。僕思ったんですけど、本当にボンカレーはね、アレンジしやすいレトルトカレーですね。今日はちょっと高いシーフードを使いましたけど、もうあれシーフードミックスとかでも全然美味しいと思います。でポイントはやっぱりあのすりおろし玉ねぎとあのリンゴ、あれがねポイントですね。なので皆さんもね、ちょっと気になった方はぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
カレーアレンジ、なかなかね面白いです。それじゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。